動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今これを言ってる時、僕は息継ぎをしないで言うんですけども、ものすごい今腹筋に来ましたね。腹式呼吸というか、お腹にこう呼吸をためながら喋らないといけないんでしょうけどもね、やってませんから、もう自己流ですからね、筋肉でやってますから。筋肉で喋るってすごい大変ですよ。さあ、今日子供の日ですよ。子供の日と言いますとね、まあ別になんか、まあ、休日ではあるけども、なんかあるわけじゃないし、どちらかというとなんか子供の日ってさ、男の子の日みたいな感じで言われますよね。で、男の子の日って言われてもなんかさ、でも子供っつったらまあ女の子も子供に含まれるわけですから、まあ、その時になんかひな人形とか、あの桃の節句があるんでしょうけども、まあでもなんか子供は子供の日でね、なんかあれでいいんじゃないかなと思いますけどね。なんかゲームソフトでもなんか買ってくれた思い出があるかなと思ったら、なんかあったようなないような、なんかそんな感じですね。まあ、子供の日、まあ言うて少子化な日本でございますけどもね、だとしたらもっとこう上の人たちが子供たちに優しくというよりは、なんか子供たちの住みよい街にしたりとか、住みよい社会を作ったりとかっていうことをしなきゃいけないんだろうななんて思いますけどね。どうなんですかね、政治家の皆さん、どうですかね。まあ、税金上がるのも子供のためだったら分かりますけどもね、お年寄りとかね、上の人たちのためっていうんだったらちょっとって感じですよね。まあ特にその子供の行く施設、遊園地だったり公園だったり動物園だったりを潰すっていうのは、まあまあちょっと考えられねえかなと思いますけども、神戸の王子動物園の計画なんかどうなったんでしょうね。まあ、見直すとは言ってましたけど、まあ果たしてどうかっていうところでございますね。ってことで、まあ子供の日にちなんで、今日はそういうニュース読んでいきたいと思います。やっぱりレジャー情報ですね。カピバラ勝負風呂でゆったりリラックス、アクアトト。端午の節句の5日を前に、岐阜県鏡原市川島笠田町の世界淡水魚園水族館アクアトト岐阜は3日、カピバラの水槽に勝負を浮かべるイベントを行い、多くの来館者が可愛らしい様子を写真や動画に収めていたというところでございます。まあ、この勝負なんでございますけども、邪気払いの行事として勝負を湯に浮かべて入る習慣があることにちなんで、道館では5年ほど前から実施しているということで、まあ、このカピバラたちは勝負風呂に5年前ぐらいから使っているということですね。で、晴天に恵まれたこの日は多くの家族連れが訪れる中、2匹のメスのカピバラは気持ちよさそうに勝負風呂に使っていた。カピバラを見るために訪れた小学生の子供は、使っている様子がすごく可愛かったと話したと。良かったですね。まあで、入ってる写真があるんですけども、まあ、完全にあの勝負食ってるんですよ。まあ、他の時にもさ、例えばなんか柚子だったりとか、なんかそういうのを入れた入る風呂に入るみたいなカピバラのイベントありますけど、まあ大体カピバラはそういう時って入ってるの全部食います。どういう感覚なんでしょうかね。温泉の中に入ってなんか日本酒を飲むみたいな、あれもなんかよくわかんないけどね、どこでそういうことができるのかってね、よくわからないですよね。なんか温泉に行って日本酒をなんかこうお盆の上に乗っけて浮かべてなんかみたいな感じのさ、ことって どこから来たんでしょうね。まあ、カピバラからしてみればそれに近いのかなと思いますけど、まあ、こぼした時は、まあ、こぼした時は汚れなくて済むかなと思いますけども、まあでもなんかそういうことする場所ってないなと思うし、なんかそんなね、オプションがついたようなお店じゃねえや、宿泊施設ってないでしょう。あれってどっから来てるんでしょうね。なんかすごく素朴な疑問ですけど、まあ漫画とかでしか見たことがない風景って、まあどこであるのかな。あとはあれだね、おそ松くんに出てくるちびたのおでん、あの上にこんにゃくと卵となんかちくわかなんかがぶっ刺さったおでん、あれってどこに売ってるのかね。なんか見たことないな、漫画でしか見たことないなっていうものってたくさんありますけど、まあまあでもカピバラにとってはまあ風呂の中に食い物があるっていうのは幸せなことなのかなと思いますし、それ見て癒される子がいるっていうのは非常にいいかなと思います。
まあまあ何にしろこうやって動物園に行くきっかけがあるっていうのはいいことだと思いますのでね、ぜひぜひこれからも動物園を訪れてほしいななんて思います。ということでございまして、今日のニュースはアクアトと岐阜で丹後の節句に、勝負風呂に浸かるカピバラということでございました。